え皆さんおはようございます。こんにちは。こんばんは、えー、いかがお過ごしでしょうか。えー、ここ数週間ですね、私このメッセージの時にお話していることはですね、えー、クリスチャンがあ自分が神様から認められるために、まあ、神様から愛されるために、うん、何か宗教的な行いを頑張るという必要はないということをお話しているかと思います。まあ、神様のために神様のためにってね、えー、そういう言葉を使って、 まあ自分の限界を超えるほどの頑張りをする必要はないということですね。まあ、ただ自分のできることを神様に対してするだけで良いですと、まあ、そんなお話をしてきたかと思います。まあそれはなぜか簡単に言いますとねあなたがどんな行いをしようがしまいが神様はあなたのことを良きものとして認めてくださっているということです。 あなたのことを声をなく愛しているからですよ。あなたのままでね、神はね。ところが、えー、そのことがわからないままですね、クリスチャンライフを過ごしている人はとても多いように思いますね、えー。教会生活を一生懸命頑張って、えー、とにかく集会はもう、あのー、出席厳守ね、どんなことがあっても、そしてたくさんの時間を祈りに費やすんだと、そして聖書もたくさん読まなければならない。 教,教会の奉仕も家のことは置いておいて、えー、まず教会第一でしなければならない。えー、そうしなければ本物のクリスチャンにはなれないとね。それができない人はいつも劣等感を持つようになりましてね。まあ、自分はクリスチャン失格だなんて、えー、そう思い込んでいる人。 えー、結構多いんじゃないかなと思います。そういう劣等感を持って、自分なんか教会に居場所がないって言って、教会に行かない人も結構いるかと思います。まず最初に申し,上げて申し上げておきたいことはですね、そういう考えは神様の見心ではないということをね、はっきり申し上げておきますね。聖書はクリスチャンになった人に対して、神様のために、神様のためにって、そういうスローガンなんか連呼してね、 宗教的な行いを限界を超えてまで頑張りなさいなんて、どこにもそんなこと書いてないですよね。まあそのことを私はまあ今から2ヶ月ぐらい前からかな、えー、そういうことをお話ししてきているかと思います。あの、過去のメッセージお聞きになればお分かりになるかと思うので、もしよろしければどうぞお聞きください。まあ一方でですね、そうは言ってもね、聖書には頑張りなさいって言ってるように、まあ読めるところがあるじゃないかって。 まあそういうご指摘もいただくんだと思うんですけどねまあ今日の聖書箇所はそういうふうに読めてしまう典型的なところですねやっぱり一生懸命限界を超えるぐらいあの教会生活もう苦しみながらね頑張らなければ神様に自分は認められないんじゃないかってそうしなければ神様に合格のハンコをもらえないんじゃないかってまあそうしなければクリスチャンにはなれないんじゃないかみたいなね まあ不安になっている方々も結構いらっしゃるかと思います。不安になる方々はね、神様に対して不安な思いを持ちつつ、実は周りの教会の人たちの目を気にしながら、えー、行いを頑張ろうとしている。まあそういう意識を持っておられる方も多いんじゃないかなということを私は思いますね。まあ神様のために神様のためにって一生懸命頑張りますって。 えー、宗教的な行いを、えー、もう本当に一心不乱にね励もうとする方々もいらっしゃるんだけれどもそういう動機でなされるですね行いというものを神様は評価しないですね逆にね聖書は言うんですよ「あの信仰から出ていない行いというのは全て罪になります」って聖書に書いてますね良い行いだと思って一生懸命教会生活を頑張っているんだけれども実はね その動機が良くないから、あー神様の恩目には実は罪になっていたなんて、まあ、非常に残念なことですよね、そんなのね。まあ、前置きは長くなってしまいましたけど、今日はですね、ヘブライ書12章です。えー、私たちクリスチャンに求められている行いというものは一体何なのかということをですね、この御言葉から皆さんと考えてみたいと思います。では えー、聖書を朗読いたします。本日の聖書箇所、ヘブライジンへの手紙の12章、1節から、えー、13節までですね、えーあ。そうですね、13節まで。新京都聖書で、えー、新約の416ページ、えー、主による鍛錬というコミ出しのところを読みますね。こういうわけで、私たちもまた、このようにおびただしい商人の群れに囲まれている以上、 すべての重荷や絡みつく罪をかなぐり捨てて、自分に定められている競争を忍耐強く走り抜こうではありませんか。信仰の創始者、また、完成者であるイエスを見つめながら。このイエスは、ご自分の前にある喜びを捨てて、恥をもいとわないで十字架の死を耐え忍び、神の玉座の右にお座りになったのです。あなた方が、 気力を失い疲れ果ててしまわないようにご自分に対する罪たちのこのような反抗を忍耐された方のことをよく考えなさいあなた方はまだまだ罪と戦って血を流すまで抵抗したことがありませんまた子供たちに対するようにあなた方に話されている次の勧告を忘れています我が子よ主の鍛錬を軽んじてはいけない 主から懲らしめられても力を落としてはいけない。なぜなら、主は愛する者を鍛え、子として受け入れる者を皆無知打たれるからである。あなた方はこれを鍛錬として忍耐しなさい。神はあなた方を子として取り扱っておられます。一体、父から鍛えられない子があるでしょうかもし、誰もが受ける鍛錬を受けていないとすれば、それこそあなた方は、 諸子ででああって実の子ではありませんさらにまた私たちには鍛えてくれる肉の父がありその父を尊敬していましたそれならなおさら霊の父に服従して生きるのが当然ではないでしょうか肉の父はしばらくの間自分の思うままに鍛えてくれましたが霊の父は私たちの益となるように ご自分の神聖に預からせる目的で私たちを鍛えられるのです。およそ鍛錬というものは当座は喜ばしいものではなく悲しいものと思われるのですが後になるとそれで鍛え上げられた人々に義という平和に満ちた身を結ばせるのです。だからなえた手と弱くなった膝をまっすぐにしなさい。また足の不自由な人が踏み外すことなくむしろ癒されるように 自分の足でまっすぐな道を歩きなさい。はい、えー、ここまでになりますね、えー。今日の聖書はヘブライジンへの手紙ですけど、この手紙はね、どういった経緯で書かれたのかということをちょっと押さえておかないと、この聖書箇所が言わんとしている意味が間違えてしまうので注意が必要ですね。まあ実は間違えて、えー、この見言葉が使われているっていうことが多々ありましてね。えー、あの文脈ってね、大事ですよね。 えー、この時にこの書物が書かれた理由を無視して聖書の御言こあの一節ですねひょっと引っこ抜いてきてそれを信仰生活の中で適用されるとそれはね聖書の御言葉が間違った使い方をされてしまいがちですね、まあ、さらに最悪なことになるとですねその御言葉を根拠にして何か宗教的な行いをするとあそうするとね本人はね あの信仰者として自分は結構素晴らしいことをしちゃってるんだなみたいないい感じだな自分はって思い込んでしまううん実はねそれ神様の運命から見れば罪の状態になってるんですでもそのことにね本人は気がつかないっていうねこれはちょっとあのー、最悪なあーケースですねまあでもこんなこと結構多いんですよねえー、まず今日のこのヘブライ人が書かれた 手紙が書かれたこの経緯をおなしますとね、まあ、ヘブライ人ってあの別名ユダヤ人のことですね。イエス様が十字架と復活の出来事を経てですね、天に昇られて、それ以降ですね、弟子たちはエルサレムにとどまって、イエス様が約束してくださった精霊を待ち望んでいたわけです。その時の人数は、聖書によれば120人と言われていますけどね、イエス様が教えられてた通り、精霊が下って、この120人、 えこの聖霊の恵みをいただいたんですねこの時はあの50歳の時、えー、50っていうあのペンテコステってギリシャ語でまあ言うんですけどねだからあのキリスト教会ではこの時の出来事をペンテコステってえ呼ばれてますね、えー、初代教会が誕生した時です、まあ、ここで注意していただきたいことはねこの初代教会の人たちは全部ヘブライ人だったということですユダヤ人ですね えそれで初代のキリスト教会にねあの突然人が多くなるとですねまあユダヤ人たちはまあ従来からユダヤ教なわけですよ。でエルサレムっていうのはねユダヤ教の神殿があってまあそこは中心地ですよね宗教のね。だからユダヤ教の人たちはね自分たちのお膝元にこのイエス様がキリストだっていうそういう宗教をやり始めた連中がいることを まあ、よく思わないわけです。そのことが許せないわけですね。それでユダヤ教の人たちは、キリスト教の人たちを迫害するようになりました。まあ、その中に、後にパウロと呼ばれるサウロもいたわけなんですけどね。彼は迫害者だったわけですね。で迫害がどんどん厳しくなって、えー、初代教会の執事だったステファノという人が殺されました。えー、この事件がきっかけになってね、あのー、ヘブライ人のクリスチャンたちは、 えー、初代教会の人たちは命の危険を感じるようになってこのユダヤ教の中心地のエルサレムからね地方に散らばっていくようになるんです逃げるんですでこの出来事がきっかけで実は違法人にもイエス様の福音が届くようになるっていうことなんですよねまあ何とも神様なさることは不思議だなというか奥が深いなということ思いますけどねユダヤ教にね 熱心になっている、そのヘブライ人から言わせるとですね、あのナザレのイエスを救いにと信じれば、すべての罪が許されて、永遠の命が与えられると。そんなエセ宗教はね、とんでもない教えだと。まあ、許せないわけ、どうしてもね。それでユダヤ教は、あのー、聖書の掟をね、守ることによって、まあ、つ,つまりその神殿で礼拝を捧げると。 そして立法を事細かく守って、神様の見前に清く正しく生きる。そうすると罪が許され永遠の命を得るっていう、そういう教えですからね。そういう生き方をしているユダヤ教の人たちから言わせると、クリスチャンになったヘブライ人のこと絶対に許せないわけですよ。なので、ヘブライ人のクリスチャンはね、あの、イエス様を信じて生きていくっていうことが非常に あの生きにくかったんです、このヘブライ人の社会の中ではね、非常に難しかったわけですよ。だから、あのやっぱりクリスチャンとしての生き方はやめますっていうような人が出始めてきたんですね。えー、イエス様は救い主だっていうことは信じるけれども、でも、あの神殿でいけにえもちゃんとやっぱり捧げますと、そして立法もちゃんと守って、宗教的な行い、事細かくちゃんと守っていきますと。 やっぱりそうやらないとと救われないんだと思うって、まあ、そういういことを言い出す人たちがキリスト教会の中に現れ,てきた現れてきたんですね。だからそのヘブライ人のクリスチャンコミュニティはね、まあ、非常に混乱してきたわけですよ。そういう中で、えー、指導者の誰かがね、あのこれヘブライ人の、ね、手紙書いた人ですよ。これ著者は不明なんですけどね。 まあ古いユダヤ教のしきたりにこう流されてしまうそういうクリスチャンたちに対してねいやそういうことはやめたほうがいいあのた,たとえ迫害を受けたとしてもねその迫害を耐え忍ぼうじゃないかとそしてイエス様の福音にとどまり続けようじゃないか救いの恵みの中にいようじゃないかっていうこと信仰を保ち続けようじゃないかそんな行いで神によしとされるというような生き方はもうやめようよ そんなところに帰るべきじゃないよ。ただ、恵みとしていただいている救いに預かろうよ。まあそういう励ましの手紙を書いた。それが今日のヘブライジェの手紙です。まあこの今日のお見言葉12章ですけどね、ここ少し細かく噛み砕いて読んでみましょうね。1節こういうわけで、私たちもまたこのようにおびただしい証人の群れに囲まれている以上。まあそういうふうに書いてますね。こういうわけでってあるんで。 まあその前に、何か書かれているわけですよ。えー、この前の十一章には、ですね、一、まあ、枚めくっていただくと、込み出し信仰って書いてますよね。えー、この十一章の一節は有名ですね。信仰とは、望んでいる事柄を確信し、見えない事実を確認することです。はいまあ、ここの十一章は、ね、これ以降、えー、この旧約聖書に登場する有名な信仰者のリストがね、いろいろ書かれているわけですね。 まあ、例えばノアとかねアブラハムイサコヤコブ、まあ、ヨセフモーセイとか、まあ、まだまだたくさんいますけどね、まあ、彼らはね目に見えないけれども確かに生きておられる誠の神様を信じた人たちですねこの人たちはね自分に罪があることを認めていた人たちでもあります神様はねそういうふうに自分の罪を認めてそして 神様の慈悲にすがるような人を決して見,せ見捨てたりしないですね。そしてこの人たちを救ってくださったお方であります。この旧約聖書の彼らはね、あの神様を信じていた人たちですね。えー、そして自分の罪をくあの認めて、悔い改めた人たち、方向転換した人たちですね。そして信仰を持ったまま死んでいった人たちです。 彼らは信仰の証人だと言うんですね旧約時代の彼らはその時まだイエス様の存在知りませんでしたけどね神様は後にこの巫女イエス様をこのように使わしてねそして十字架と復活の出来事を通してこの旧約時代の人々もイエス様がおられた当時生きていた人たちもそしてそれ以降、えー、新約時代のこの私たちもですね すべての時のすべての人間の罪を許したんですそして永遠の命を与える道を与えてくださったということですねだからあの過去の信仰の先輩たちこの旧約時代のね彼らはみんな死んでいますけどもしかし彼らのね信仰というのは聖書を通して今も生きているということなんだと思うんですねその彼らの信仰が私たちを取り囲んでいる こう言う言んですだから今日の一節ねこういうわけですよ。こういうわけで私たちもまたこのようにおびただしい商人の群れに囲まれてる以上全ての重荷や絡みつく罪をかなぐり捨てて自分に定められている競争を忍耐強く走り抜こうではありませんかってそう言ってますね。でここに「競争」っていう単語が出てきますけどこれねあのキリスト教会で誤って使われることがある部分なんですよね。 あの、これはね、救われるか救われないかが決まるための、決められるための競争って、そういう意味じゃないですからね。でもね、そんな意味でね、使われる場合あるんですよね。よく間違えられるのは、教会生活一生懸命頑張らないと、神様はそういう人を認めませんよって、そういう信者はザル信者です、みたいなことを言われます。だから自分に定められている方針を、 きちっとやらなきゃダメじゃないかと。それができないものは救いが取り消されるかもしれないぞ。そんなことをね、教会が言い出す場合ありますね。どれくらいあなたは奉仕ができているどれくらい献金できているどれくらいあなたは祈れているどれくらいあなたは聖書を読んで祈っていられるそれできてないと救われないかもしれませんよ。これ競争なんですよ。救われるか救われないかが決まる。 競争なんですよ。あなたはその競争に勝てますかそれとも負けますかってまあね、そういうことを言われると怖いですよね。だからあなたは絡みつく罪を金繰り捨てなくちゃいけないですよ。ってそして競争を走り抜いて勝ちなさいってそう教えられるんです。そして宗教的な行いを奨励されます。まあ巷のキリスト教会ではそういうことをしているところたくさんあります。 これは、見言葉の適用の仕方が間違っています。そもそもね、このヘブライ人への手紙が書かれた経緯言いましたけどね、宗教的な行いを一生懸命頑張って、そして救いに到達しようっていうようなことを言っている、その古いユダヤ人、ユダヤ教の人たちの生き方からは、もう手を洗いなさいって、そう言ってるんですよ。そういう行いもやめて、 イエス様の福音の恵みの中でただ信じて、そのイエス様を信じる信仰によってのみね、私たちは行い一切必要としないで救われるんだっていう、その信仰を守り抜きなさいと。それを守り抜く競争を走り抜けなさいということを言ってるんです。励ましている手紙なんですよ、この手紙はね。この聖書の競争っていう言葉は、 クリスチャンが宗教的な行いをすることではありません。先にね、答え言っときますけどね、この競争という言葉はね、あなたが救われるか救われないかを決めるための競争じゃなくて、あなたが平安というね、神様からいただく身を得られるか得られないのか。まあ今日の聖書ではね、平和って書かれてますけど、まあ平安と言ってもいいでしょうね。私たちが、 迫害のような状況であっても平安を得られるような生き方そのことを競争ってここで表現しているんです今日の一番最後の方のあーにねこの競争の目指しているゴールのことが書かれているんですけどね、えー、ここのね11節のところですねここにねおよそあ鍛錬というものは当座は喜ばしいものではなく悲しいものと思われるのですが 後になると、それで鍛え上げられた人々に、ここね、義という平和に満ちた身を結ばせるのですって書いてます。ここ平和って書いてますね。これ平安と言ってもいいし、安らぎと言ってもいいし、安息と言ってもいいですね。聖書が言っている御霊の実の一つ、平安です。これギリシャ語のエイレーネーっていう言葉なんですけどね。これいろんなところで出てきますね。このエイレーネーはね。 えー、だから、救われるか救われないかを決めるための競争ではないんです。もし仮にね、そういう競争が私たちにあるとしたら、ないんですよ、そういう競争はね。ないんだけど、仮にもしあるんだったら、それはね、もうね、イエス様の十字架と復活によって、もう私たちには勝利が与えられるっていうことが決まっているわけですからね。これ,覆れ、覆え、覆えないんですよ。あの、もう決まってるんだからね、決定してるんだから。いや、そうじゃないっていう方、いらっしゃいますかね。 救いが取り消されるかもしれないぞって、そんなこと言って宗教的な行いを強要してくるようなキリスト教の人、まあ残念だけどいらっしゃるんだよね。でもその教えは完全に間違ってますから、そういうことを言う人が身近にいたらどうぞその教えは無視してください。神様が与えてくださる平安っていうのはそれを得るには全ての重荷や絡みつく罪をかなぐり捨てて、 って書いてますね、えー、何かもうまるでねマラソンをしてるような感じじゃないですかねうんマラソンしているとね足が重くなるんですよねでもあの走り抜こうじゃないかって、うん、そのマラソンランナーを励ますんですよね、えー、その競争にはね平安っていうゴールを神様はちゃんと用意してくださっているっていうことですねではそのマラソンを走り抜けるには私たちはどうすればよいのか まあ、そのマラソン競争を気をつけておきたいことをですね、神様はちゃんと今日のところで教えてくださってるんですね。一つ目はですね、あの競争を走り抜けるためのコツですよ。一つ目、それはイエス様から目を離さないということです、えー。今日のところ12章の2節信仰の創始者また完成者であるイエスを見つめながら、このイエスはご自分の前にある喜びを捨て、恥をもいとわないで十字架の死を耐え忍び、 神ののの玉座座右にお座りにおりなったのです、はい、自分が神様に認められるためにっていうねそういう動機であ神様のために神様のために頑張りますって宗教的な行いを頑張っていたのがユダヤ教の人たちでした中でもファリサイ派の立法学者たちはこの生活を厳格に守り通して、えー、生きようとしていた宗教家ですね まあ、今のキリスト教会の中にもそういうことを実践される方々いらっしゃいますけどね。自分の行いの頑張りにおいて、神に義とされようというようなあり方はですね、それはイエス様を見つめてはいないですね。はい。そういう方々は自分を見つめているんだと思います。自分が神に対してどのくらいできているのか、自分はどうなのかということ。うん。あくまで視線は、 自分に向いているんですこのヘブライジ書の著者は言いました信仰の創始者であり完成者であるイエスを見つめなさいとはいあのファリサイ派のような宗教家はね自分を見てるんです自分の頑張りでどのぐらい完成できるのかということを見てるんですだけど聖書は言うんです完成者であるのは イエス様だそのイエス様を見なさいって言うんですね。このイエス様は十字架で私たちの罪の許しのために死んでくださったお方であります。それが私たちの信仰が完成する根拠です。このイエス様を見つめたら私たち人間は自分の罪に気がつかされます。それと同時にその自分の罪が全て 十字架において許されているということにも気がつかされます。ヘブライ書はそのイエス様は私たち人間の全ての罪を取りなしてくださる大祭司だということを言ってますね。はい、大祭司ですよ。あの、こう何度もこの大祭司のところ出てきてね、前も、えー、その、えー、ところからメッセージさせてもらいましたけどね。えー、このね、今日はね、 えー、ヘブライ書の7章のね、えー、27節の御言葉、えー、一つ引用したいと思うんです27節この方はこれイエス様のことですよこの方は他の大祭司たちのようにまず自分の罪のために次に民の罪のために毎日いけにえを捧げる必要はありませんというのはこのいけにえはただ一度ご自身を捧げることによって 成し遂げらられたからですはいそう書いてますねはいイエス様の十字架というただ一度の出来事で私たちの人間の救いというのはもう完成しているということですねだからもしね救われるか救われないかの競争みたいなことを考えている人がいたらこのただ一度のことが分かっていないということですこの競争はねもうイエス様がすでに ただ一度の十字架の出来事によって、すでに勝利してくださっているということです。だから私たちの勝利はもう決まっているということなんですよ。だからね、私たち人間の側から神様の側へ、そういう矢印の方向でね、行いをすると。それによって救われるか救われないかが決まるっていう可能性はゼロだということです。そのことをキリスト教会が言い出したらね、それは違うというようなことを言い出したらね、それは ただ一度のイエス様の十字架ではまだ足りないですって。ただ一度じゃないって神様にケチつけるようなことになっちゃうんですよ。だから私たちは、ただ一度十字架で、私たちの救いのために死んでくださったイエス様から目を離さないっていう、その視点のこと。これ、大事だと思います。続けます。マラソン競争を走り抜けるために、必要な二つ目のポイント。それは、 イエス様が成してくださったあの十字架での忍耐のことをよく考えてみなさいということですね、えー。今日のところ帰りますよ。十二章の三節からあなた方が気力を失い疲れ果ててしまわないようにご自分に対する罪人たちのこのような反抗を忍耐された方のことをよく考えなさい。 あなた方はまだ罪と戦って血を流すまで抵抗したことがありません。はい、まあこの手紙を受け取った人たちは、ね、あのステファノの事件みんな知ってるんですよ。ステファノは血を流したんです。えー、そして死にました。殉教です。でもこの手紙を受け取った人たちはねあなたたちはまだそんな命の危険を覚えるようなそういう迫害まではあってないじゃないかっていうまあそういうことなんでしょうね。 イエス様を救いにして信じて生きるとね、どんな時代でも反抗に遭うことがあります。えー、このヘブライ書のねあの、時代のヘブライ人クリスチャンは、あーユダヤ教の人たちからね、えー、反抗されましたね。そんな信じるだけで救われるなんて、そんな甘っちょろい宗教など、信じるなってそう言われたんですよ、えー。聖書の起きて、ちゃんと守って生きよう えー、そういう強い口,口調で多分罵られたんだと思いますよ。これ罪人たちからの反抗ですね。イエス様はそういう罪人たちから、えー、いろんなことをひどいこと言われて罵られて反抗を受けました。でも何の口答えもしないで耐え忍んで十字架で死なれたわけですね。それはこの世の人たちから見ればまあ自称救い主ですよ。ユダヤ教の人たちから言わせればね。 あの自称キリストのむごたらしい敗北の死だと。なぜあのメシアが死ぬんだと。メシアだったら死ぬはずないじゃないか。そんなむごたらしく死ぬようなやつはキリストじゃないって。ユダヤ教の人たちはそう思ったわけです。でも実はそれが本当の救い主の姿だったんですね。実は敗北のように見えて実は勝利だったわけです。なぜかそれはイエス様が復活なさったからですよ。 イエス様を信じ,る信じるとね、様々な迫害って今もあるんだと思います。あの、クリスチャンになったらね、家族から反対されたりね、友達を失ったとかね、そういうことをよく耳にしますよね。そしたらね、気力を失って疲れ果ててしまったりするんじゃないですかね。当時の人たちもそうだったんですよ。ヘブライ人のクリスチャンもね。そうならないために、イエス様が耐え忍んだあり方を思い出しなさいって。 十字架ののイエス様のお姿を思いい出しなさいって考えなさいって言うんです。この世の宗教はね、うちの宗教に入ったら、その後あなたの人生には良いことがあります。悪いことなんてあるはずないじゃないですかって言いますね。家内安全、商売繁盛って。もうそうやってセールスしてきますよ。私はそういうセールスたくさん受けて、この壺買ったらあいいことありますよとか、この石を、ピカピカの石を買ったら いいことありますよって言われましたね、ね、えー、またキリスト教の中でもね、そういうことを言う人たちいますね。うちの教会に来たら、その後あなたは、もう何も悪いことないですよって。まあそういう教会は大体ほとんど、繁栄の神学にどっぷり使った教会だと思います。そういう教会もそんなセールスしてくるんだと思うんですけどね。でもね、イエス様はね、おっしゃいましたね。 あの弟子たちにねイエス様が神の国のことを教えられた時にねこうおっしゃったえヨハネ福音書のねえ16章の33節読みますねえこれらのことを話したのはこれこれらのことって神の国のことですよ神様のことを話してるんですよイエス様がねその後にねあなた方が私によって平和を得るためであるそうここでも平和って書いてるねこれ永ネーなんですよでね続けますよあなた方には 世で苦難があるしかし勇気を出しなさい。私はすでに世に勝っている。そう。平安を得るためには苦難があるっていうんです。しかしね、勇気を出せっていうんです。イエス様がすでに勝利しているからだっていうんです。そう。イエス様はね、この世のエセ宗教のように、私を信じたら、私を信じて信仰を持ったら、このあとすべてあなたには、 あなたの望み通りの人生が開かれるなんて、そんなことは一言も言わんのです。うん。私たちには苦難があるようです。しかしね、十字架のイエス様のことを思い出したら、神様はその苦難を耐え忍ぶ力を与えてくださるって言うんです。そう。そうなんですよ。えー、続けますね。マラソン競争を走り抜けるための三つ目のポイント。今日の見言葉に変えますよ。それは、イエス様の 愛の中にいなさいということです。そう。愛の中にとどまりなさいということですね。今日のところ帰ります。12章の、えー、5節からね、えー。また子供たちに対するようにあなた方に話されている次の勧告を忘れています。我が子よ。主の鍛錬を軽んじてはならない。いけない。主から殺しめられても力を落としてはいけない。なぜなら、主は愛するものを鍛え、 子として受け入れるものを皆無知打たれるからである。あなた方はこれを鍛錬として忍耐しなさい。神はあなた方を子として取り扱っておられます。一体父から鍛えられない子があるでしょうかもし誰もが受ける鍛錬を受けていないとすれば、それこそあなた方は諸子であって実の子ではありません。さらにまた、 私たちには鍛えてくれる肉の父がありその父を尊敬していましたそれならなおさら霊の父に服従して生きるのが当然ではないでしょうか肉の父はしばらくの間自分の思うままに鍛えてくれましたが霊の父は私たちの益となるようにご自分の申請に預からせる目的で私たちを鍛えられるのですはい、えー、私たちが苦難に遭う時にね 私たちはすぐに神様から罰を受けているように思い込んだりすることないでしょうかね。神様がこの私の苦難を起こしている。張本人は神様なんだってね。神からの罰だ。罰が立ったんだ。みたいなね。そんなことを思いがちなんだと思うんです。そういう方はね、神様に対するイメージが多分歪んでいるんだと思いますね。 神様は私たち人間に罰を与えようとしておられるわけではないということ。もう私ね、ここ、この一年ぐらいも、このことも口酸っぱくするほど言っているかと思いますね。私たちの苦難の出所は、神様ではないということを、本当に覚えておいてくださいね。神様は良きお方ですよ。神様は裁くお方ではなく、救うお方ですよ。はい。私たちの苦難の原因は、まあね、まず自分自身が巻いた種を、 借り取っているっていう場合が多いかもしれないですねまたね誰か他の人の罪が原因でそのとばっちりを受けるような時も多分あるんだと思います苦難の時ってね、うん、誰かから嫌がらせされたりねひどいこと言われたりねそういうことはあるんですよまあ、あるいはねいろいろ自分のことまた周りの人たちのことを考えてみたけど苦難の原因はちょっとわからないと何が原因かわからない だけど私には今苦難があるじゃないかってそういう苦難もあるんだと思いますね。あの苦難の時にね神様は黙っておられるそういう風に感じる時ないですかねその時ね神様はね多分私たちが次にどういうことを考えるのかどういう行いをし始めるのかどういう口を開くのかっていうことを多分待っているんだと思いますね。 あの私たちがね苦難の中でもう自分にはねその苦難から逃れるこうべをあもう見いだせなくなるわけです自分自身ではもう限界だとでこの世のものではもう苦難からの逃れることはできないとそうするとですねもう神様にしかもう助けを求めることができなくなるそういう時をね神様は黙って待っておられるそういう時があるんだと思うんです。 苦難の真っただ中でね神様が黙っておられると人間は神様から懲らしめを受けているよううに思う時があります今日のね聖書はね「懲らしめ」って書いたり「ここ無知打たれる」とかね「鍛錬」まあそんな風に表現してますよね。あの人間はね神様から痛めつけられているような感覚を持つんですけど神様は実際にあなたに無知を打っているわけじゃないですよ。 苦難の中でね、人間はそういうふうに思い込みがちなんだけれども、人間はね、だけど神様はね、黙っておられるわけです。それを私たちは、無知打ってるように感じるわけです。神様はたまた黙ってるんです。どうして黙ってるんでしょうかねそれは、まあ今日の主題となる見言葉ですよ、11節およそ鍛錬というものは、当座は喜ばしいものではなく、悲しいものと思われるのですが。 後になると、それで鍛え上げられた人々に、義という平和に満ちた身を結ばせるのです。はい。そう。神様がね、黙っておられるのは、私たちに平安を与えたいからですよ。平安というね、御玉の身を結ばせたいからですよ。それは、神様の私たちに対する愛があってこそのことですね。はい。愛なんですよ、これね。苦難の中で私たちは、 この世のの世な見えるものに頼ろうとしますでもねそ,のそれはね究極的にはねそういうこの世のものってね頼りにならなくなるんだなうんそのことに気がついてまことの神様に「もう神様もう無理です」と「この世のものではもうダメです」神様どうぞ助けてください」って神様にしがみつくとですねつまりね私たち人間の側が神様に対して。 もう100%で心を向けるとね、これ方向転換ですよね。そうすると神は私たちを助けるためにもう全力で臨んでくださいます。神はその時に必ず御言葉を与えてくださいます。御言葉はね、すごい力あるんですよ。御言葉はね、人をね、励ますんですよ。慰めるんですよ。この世のものじゃできないような、そういう慰め方するんですよ、御言葉は。 そしてね、御言葉はねその人をね癒す力があるんですよそして罪の許しをますます確信させてくださる力があるんですそして永遠への思いをね神は御言葉を通して強めてくださいますだからね今日のね聖書箇所最後でね言ってますよねあの、12節からねだからなえた手,を手と弱くなった膝をまっすぐにしなさいまた 足の不自由な人が踏み外すことなくむしろ癒されるように自分の足でまっすぐな道を歩きなさいってはいあなたが苦難の中で歩むその足はねイエス様によって支えられています苦難の時にはねそのことに気がつかないだけなんですよね実は神様はすぐ近くにいてくださってるんですよね私たちが神に向きを変えてもう神様 お願いです助けてくださいって100%で神様にねそのように私たちが求めたらね神はあなたの本当のそばに臨在してくださっていたっていうことそして神様があなたを癒そうとあなたに平安を与えようとあなたに寄り添ってくれていたっていうことがね神の臨在があなたはその時気がつくんじゃないでしょうかね。だから イエス様ののご愛の中にいいるっていうこと、うん、私たちはいついかなる時も実はイエス様のご愛の中に存在しているんだっていうことマラソン競争を走り抜けるにはねそのことがいつも覚えていなくてはならないということですね神の愛の中にいるということ神様のために神様のためにってねあのそうやって連呼してね宗教的な行いを頑張ることが マラソン競争を走り抜けることではありません。神は私たちに平安を与えようとしておられます。うん、イエス様はおっしゃいましたよね。あのブドウの木のお話知ってますよね。イエス様はブドウの木であなたたちは枝ですってやつですね。その木につながっていればね豊かな実を結ぶってあそこ書いてるじゃないですか。読みましょうかね。ヨハネ福音書の15章の「 えー、9節ですすねねヨハネ15の9あ15の5から読みます、ねえー、私はブドウの木あなた方はその枝である人が私につながっており私もその人につながっていればその人は豊かに実を結ぶ私を離れてはあなた方は何もできないからである私につながっていない人がいれば枝のように外に投げ捨てられて枯れるそして集められ火に投げ入れられて焼かれてしまう。 あなた方が私につながっており私の言葉があなた方のうちにいつもあるならば望むのは何でも願いなさいそうすれば叶えられるあなた方が豊かに実を結び私の弟子となるならそれによって私の父は栄光をお受けになる父が私を愛されたように私もあなた方を愛してきた私の愛にとどまりなさいはい イエス様の愛の愛中にどまることととそれが教祖を走りり抜けけるるいうここになるわけでありますこのヨハネのね15章はまあここもね残念なんだけどねあのちょっとカルトっぽくなってしまったキリスト教会がね信徒さんを教会の中に縛りつけてねあの教会の指導に聞き従わないと地獄の火に入れられるぞみたいな風に脅されてまあ行いを強要されるような時にね 引用されるとここころなんですよねここねそういうことをね、言う人ずつ残念だけどいるんだよね。あの、いや、本当にね、キリスト教会を名乗っていてね、そういうところあるんですよ。あの、私のね、知り合いの牧師さんから聞いたお話ですけどね、そういうふうに指導されて、えー、そこの信徒さんがね、もう苦しんで苦しんでね、もう自分は地獄,地獄に行くかもしれないと思い悩んで悩んでね、 あの、その人は進学校に行った人らしいんですけどね、進学校に行って勉強してもね、それでも自分はまだイエス様の弟子になりきれてないダメだって、もう悩みすぎちゃって、それで精神病になってね、えー、その後社会復帰することができないような方、もうね、イエス様のことが怖くなってね、もう聖書も読めないって、まあそういう風にね、なってしまう方も実際にいらっしゃるのね。この聖書箇所はね、教会と 私たち個人の関係のことを言ってるんじゃないでないんですよ。これね、あの教会に繋がっていなければ地獄に行くとかって言ってるようなところでもないですからね。これ私たち個人個人とイエス様それぞれの一対一の関係なんですよ。個人とイエス様の関係。その中で神が恵みとして良き身を結ばせてくださるっていうことを言ってるわけなんですね。もしね今日このメッセージをお聞きの方の中でですね。 この聖書箇所から何か教会で行いを強要されるようなことを言われるようなことあったらですね、どうぞそういうあの教えにはね、耳をあの傾けないでくださいね。そんなことよりも大事なことがあるんです。それはね、イエス様の愛の中に留まるということ。そっちの方が大事なんですよ。神から人間の側にしてくれる矢印なんです。この矢印、この神,が神の愛というのはね。そのイエス様の愛に、 私たちは怒っていいということです。そこにいていいんです。神様に認められようと一生懸命宗教的な行い頑張る必要はありません。はい。あなたがなすべきことはただイエス様の愛にとどまる、そこにいるということです。どうぞそしてイエス様の愛をそこでますます知ってください。はい。そして約束されている平安という実をどうぞ皆さんいただいてください。もういただいちゃってください。そしたらね。 多分その平安はあなたを良き行いへと導いてくれることになります。はい。誰かに強要されてするような行いじゃないんですよ、それは。何かに怯えて、神からの罰を恐れてするような、そんな行いでもありません。あなたは、神の愛の中でね、本当に平安を与えられて、喜んで良き行いをするようになるでしょう。あなたは、 神の愛に感動して、その愛に押し出されてね、自分にできることを神様に対して喜んで捧げるはずです。それは行いとなって現れるはずです。それは何もね、日曜日の教会の働きだけじゃないですよ。日曜日だけがね、聖なる技じゃないですよ。はい。月曜日から土曜日まで、いやもちろん日曜日もだけどね、すべての7日間全部、あなたはイエス・キリストによって、 許されているその救いの恵みのゆえにねあなたは聖なるものだからねそうだから全ての日があなたにとって良き行いをなす日でありますあなたの実生活の何気ない日常の中にも神はあなたに良き行いをたくさん用意してくれているはずですどうぞその良き行いあなたがその何をすべきか分かったらどうぞ神に対してその行いを してください、えー、多分その行いはね、神の愛としっかりと結びついているなんだことなんだと思うんですよね。あなたが喜んで何かを行えば、それはとっても自然な形、えー、で、えー、この世にね、神の愛を、福音を明かしすることになるはずです。それは口であの何かねあの、宗教のことを何も言わなくたってね。はあ そんな口でねあの、作ったような宗教の話したってね、人の心動かんのですよ。だけどね、あなたが本当に神様のご愛に本当にあの満たされていたらね、そしたらもう本当にナチュラルにそういう、えー、あなたのね、そのなす言葉遣い一つ一つに、うん、また神の愛が乗っていくんですよ、うん。福音をね、明かしていることになっていくはずですよ。 あなたを見た人のがね、その、あなたの奥にイエス様ンが見えてくるんです。そう。そこにね、神の国のね、本当に香りを感じるんだと思うんですよね。そこにいる人たちがね。あの、福音を伝道するってね、本当はそういうことなんじゃないのかなと思うんですよね。もっと自然な形で、あの、誰かに伝わっていくっていうこと、あるんだと思うんですよね。はい。あの、ぜひ皆さんの、あの、新しい週間の悩みの中にもね、 あのイエス様のご愛が皆さんの周りにあふれてくることとなるように、えー、そのことを祈っておりますでは一言お祈りをさせていただきます、えー、私たちの救い主イエス・キリストの父なる神様、えー、尊い皆を賛美いたします、えー、今日はヘブライジン手紙12章を通して神様が与えてくださる、えー、真理に目が開かれてありがとうございます、えー、神様、えー、あなたから えー、賜物賜物として、えー、いただきましたこの信仰をあー持って私たちが生きる時にあなたは私たちに平安を与えてくださるということを約束してくださいました、えー、この世にあってクリスチャンとして生きるのは非常にえー、辛くまた苦しいことがありますがしかしあなたはその中にあってもこのようなものであえることのできない平安を賜り賜ると、えー、そうおっしゃってくださったことを ありがとうございます、えー。またそれをいただくには、マラソン競争のように走り抜けていかなければならない道があるということも教えられました。えー、どうか、えー、自分自身の行いのでき不出来で、えー、そんなものを見るのではなくて、えー、また他人の目を気にするようなこともなく、えー、他人からの評判とか、えー、そんな周りの目からの、えー、心の、心が動揺するようなことから守られて、 えー、どうか十字架のイエス様、あなたをいつも霊的な目で、えー、見つめ続けることができるように、どうぞお願いいたします。どうか御霊が望んでくださって、どうぞその目を持たし続けてくださいますよ。どうかまた神様、あなたが与えてくださるこの平和の実をいただいて、どうかあなたのご愛の中で、どうか私たちがしっかりとこの足で、えー、立ち続けていくことができるように。 どうかまたあなたがこの足を支えて強めてくださいますように、お願いいたします。えー、どうかそして私たちを、神様あなたのご愛から、出てくるところの良き技へと導いてくださって、イエス様あなたが、あの、の祈りで教えてくださった、あの、国が、来ますようにと、この地上に、どうぞ私たちのこの世に、今のこの実生活の中に、 どうか御国がありますように、えー、どうか私たちがなす良き行いが、神の国の到来へとつながりますよう、どうぞお願いいたします。えー、今日の御言葉の時、感謝いたします。えー、この祈り、皆さんと心を合わせて、十字架と復活の主イエス・キリストの皆によってお祈りいたします。アーメン。はい、えー、ありがとうございます。えー、では、今日もお一時停止していただいて、 えー、皆さんそれぞれいらっしゃる場所で、えー、神様と一対一で向き合っていただいてお祈りの時をお持ちいただければと思います、えー、お祈り終わりましたらまた皆さん再生してください、えー、最後に祝祷させていただきますではどうぞよろしくお願いしますはい、えー、それでは祝祷をさせていただきます、えー、皆さん神に心を向けて、えー どうぞ、今日の御言葉のごとく、イエス様を見つめましょう。そして、えー、祈りますね。えー、祝祷いたします。ネガくクは主があなたを祝福し、あなたを守られるよう。ネガくクは主が御顔を持ってあなたを照らし、あなたを恵まれるよう。ネガくクは主が御顔をあなたに向け、あなたに平安を賜るよう。救い主イエス・キリストの未恵み、父なる神のご愛。 聖霊なる神様の親しきお交わりが、今日礼拝を共にした、この教会に集う皆様の上に、また私たちと関わりを持つすべての方々、またそのご家族の上にまで、とこしえに豊かにありますように。アーメンはい、えー、今日も、えー、皆さんありがとうございました。えー、また新しい1週間始まりましたけれども、えー、皆さんの えー、新たな歩みの中に、えー、神の国がありますように、えー、イエス様のご愛が皆さんの周りに豊かにありますように祈っていまます、えー、今日もありがとうございいししたた失礼いたします。